今日のポイントは、ケラマ諸島のパルメザンです。パルメザン、粉チーズ？いやいや、ダイビングポイントです。食べられません。アボカド、ダイビングチャンネル。パルメザンは、ケラマの前島の東側にあります。人気のパライソの南側です。サンゴもりもりです。綺麗な海です。今日のメインディッシュは、下に見える中ぐらいの根です。どんな魚が住んでいるんでしょうか。画面の真ん中の方に群れが見えます。南洋ツバメウオが群れているって聞いていたので、この群れがそうかな？下の方まで降りてきました。水深が25メーターぐらいです。お昼過ぎだったのですが、天気は曇っていたので、海の中が暗いですね。ライトがあった方が良さそうです。魚が隠れられる場所が多そうな根です。どんな感じか、ゆっくり見ていきましょう。小さいですが、テーブルサンゴもあります。その他にも、ソフトコーラルがついていますね。真ん中あたりに割れ目があります。これは、いい隠れ場になりますよ。海内輪もありました。このぐらいの深さだと、クダゴンベとかがついていそうですが、全く探す気なしですね。完全スルーしました。金魚花台も群れていました。もうちょっとまとまってくれていると見応えあるんですけど、少し寂しい数ですね。多ければ多いで、そこばかり見ちゃうんで、全体を観察しなくなっちゃうんですけど。サンゴは、小ぶりなのが多いですね。これから大きく育つのかな。最初に群れていた南洋ツバメウオのようです。まとまった数で群れていました。なるほど、ここがあなたたちの隠れ家ですか。居心地良さそうですね。あまり邪魔しちゃいけないですね。お邪魔しましたー。さようなら。根から離れて流していたら、霞蝶々魚の群れに遭遇しました。向こうが霞むほど群れる蝶々魚なので、霞蝶々魚というらしいですよ。そんな大きな群れに遭遇してみたいですね。そろ、安全停止になりそうです。パライソ、初めて潜ったんですが、サンゴもりもりだし、ちょうどいい大きさの根があったりで楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。